え、2発ともドログバ？あ、違うんや。あ、ドログバじゃないんや。そう、なんかその国の紛争を、なんかサッカーのインタビューで土下座してやめてくださいって言ったら、ほんまに終わってんな、あれ。あ、ドログバを入れてることによって、まあ変わった流れが。あ、得点したのは別のやつか。あ、そうなんや。ちょっと待ってな。どうしよう。バトルボックス？あ、ドログバ決めてないんか。ちょろっとまずバトルボックスでさ、行かしてくれ。レジェンドでかもう英雄ってああいう人のこと言うんやな、ほんま。え、だからにわかって、いや、それって感じ。いや、今日知った知識しかないよ、俺は。それにわかや、俺は。当然やけど。言わしてまうけど、俺はにわかや。はい、ちゅうわけで。いや、メガ不思議場のこのパーティー全然重くないっす。言っとくけど。クレセリアで突破できる。いやー、もう微妙やったけど。なんで冷凍庫1500になってるの？一回端末変えてリセットしたんですよ。で、もう一回こっちでやり直そうかな思ったんで。で、このパーティーは、ちょっと待ってな。なるほど。まず、ロトム、クレセリアで行きましょうか。で、まあ、ラストウェポンに、まあ、ギルガルドで、これで勝てます。ガブガル、クレセ、ドラマ、リルリゲンガ、それが一番、今結論場なんや。ランタンは、いや、ランタンもどうにか突破する。選出は、いや、もう先方よ、もうピンポイントで読んでる。相手の先方、今回間違いなく、あれで来んねん。ゲンガが来るって分かってるんで、一応そこ読んで、ちょっとまず先方様子見でロトム打っとる。ゲーセンって学歴か、いや、別に学歴とか関係ないんちゃう？ポケセンでバイトするような人なら、向こうのこと声で特徴しそうですので怖い。いや、そうじゃなくて、もう、ポケセンで働くってなったら、もう、向こうとして働く。俺はね。向こうとして働く。ただ、その際、多分、なんか、ネームプレートみたいなのつけなあかんと思うから、そこでもう、俺の名字が、名前が、多分、本名はバレてしまうと。で、向こうとして働く以外何があんの？俺に。君そんなに有名じゃないよ。あ、そうですね。いや、だからもう、ある意味書けん。俺、ぶち、あ、ランタンやった。あ、しくじった。おい、光のガベだね。そう。仮に、だから中の人として行ってもね、何の魅力もないわけよ。俺なんて。少なくともポケセン側から見たら、何この引きこもりとしか思われないわけで、もう俺はもう YouTube なんかニコニコとかでね、ポケモン実況やってますと、ポケモンに対する愛は人一倍ありますと。はい、もうそれで、通らんかったら終わり。それで通らんかったらおしまい。ってだけの話だよな。ポケモンしてる人じゃなくて、ポケモン実況好きな人はマスやな。お、無道来たー。うぃー。で、多分ここでね、おそらくまた、ランタンが来るんすよ。なので、ランタンを呼んで、一旦ここは、ギルガルードに変えます。ね？俺もうなんか疲れすぎて逆に冷静なんですよ、今。ほんまにもうあらゆる空間がもう手に取るようにわかる。今の俺そんな状態。
外しよった。まあ今のは普通だけどな。ああでも意外と硬かった。もう一回まあシャドーボー落ちますか。多分一発ぐらいなドロボンごとに耐えるから。パズゴン、今どんな感じ。パズゴンって何やねん。パズドラやろ。パズドラ今ランク70ぐらいまでいった。うん、今ひたすら、あ、また外しよったこいつ。いや、あのね、ボルジェンのダメージ見て思ったが、メガネではないと思う。あと、鍵打ちで終わり。あ、パワープロちょっとやるな、ちょっとな、最近ポケモンとパズドラばっかやから、なんかちょっとたまには違うことやろうかなと思ってるのが、思ってるんで、オッケー。まあ、そもそも壁あるしね。うん、まあ、メガネって可能性も、それはそうか。あのダメージじゃ、あれか。都会人はパズゴンって、そもそも、ちょっと、パズルドラゴンズ、あー、そうか、パズルドラゴンズだから、一応パズゴンでもいけんのか。お、バイヤロー来たな、バイヤロー。バイヤロー来たね。で、グレゼリア。今までの僕やったら、ここでギルガードでご了承してたんですけれども、もう全然違うんですよ。しっかり勝ちに行く。料理は本当にみたいな。前の、てか、前回がカレーをやったんかどうかすら覚えてない。うん、でも料理マジやる。ギルガルドのラスター。あー、ギルガルドのラスターカノンね、正直、いらんからさ、もう抜こうかなと思ってる。やっぱりね、ギルド、なんだっけ、キングシュートに変えようかな、もう。人も、いや、人もじゃ、ダメな、っていうのも、ロトも、ファイアローを突破できないから。あ、てかよかった。ごめん、ジョーよかった。すまん。すいませんでした。一目でよかったです。はい。一目でよかったです。なぜ一目に変えてなかったのか。残りあと一体が、エアムドって割れてんのに。役番出るまでねえなよが、それもええかもな。まあ、ジャンとかやっぱみんな見たいんかな。料理は会員限定。まあ、天狗って、まあ、普通にやりはするけどさ。うん。いやぁ。一目でよかったな、ほんまに。ビーフシチューかなんかか。だから料理配信できる環境でもないねんな。キッチンとね、パソコンの位置がね、めっちゃ遠いんですよね。うん、昔なら割とマージャンとかありそうぜんけどな。電池は終わってくる言わない。覚醒模倣ポケセンでバイトするとしたら、まあ、そう、東京やな、浜松町店になると思うね。はい、確定申告自分でするとも自分でせざるを得ないじゃない。YouTube のクリエイター事務所でね、UM っていうとこあるんですけど、UM にもし入れたら確定申告とかせんでよくなるんですよね。っていう。UM 入りたいなぁ。今の草生やせなくちゃいけなかったのか、もうそういうコメントいらん、マジで。うん。はい、もらった。あ、バガン状だな。タレントウーム入ってないやろ。ポケセンのバイトはね、結構落ちるらしいから、うん、まあ正直まあむずいと思う。俺メンタルね、弱いよ。うん。ポケセンであっても、いや仕方する、普通に仕事の邪魔やから帰ってくれへんかいって言うよ普通に。俺ぶっちゃけ、俺ポケセンで、仮に俺あれ、ポケセンでバイトし始めたとしても、目前ですかとか言ってきたやつ、俺もう全部無視するから、仕事の邪魔やから帰るやつって言うから俺。
安心して。うん、はい、もうあとはもうひたすら月の光でできるだけやね。ドロルが来たらお金あげるって、いやそれはもう関係ない、仕事やもん。チャンネル入会者様であろうと、やっぱお金をくれようと、どんなやつだろう、仕事やから、仕事やから、どんなやつが来ても俺は足がある。うん、お前さっつって、業務中なんですけどっていう、店長、店長、ちょっとお客さん対応お願いしますっていう俺。この人泣いてもらったわけでもないのに妄想でここまで生きがれるの確かにその通りやな。なあ、ポケセン受かったわけでもないのにこんな妄想で盛り上がってる僕はね、ある意味でもそれもされないと思うんですよ。だって受かるかな、どうかな、心配やなとかね、あのそんな悩んでる時間は無駄やからさ。うん、そういう時間は無駄でしかない。だからもうあくまで俺はもう受かるんだという前提で話をすればあらゆる無駄は省かれる。これが最適化っていうさ。うん、